はい、皆さんこんにちは、めいめいチャンネルです。はい、今日はね、何の動画かと言いますと、ちょっとオープニングなしで、今日は、あるものをね、解体していこうかなと思っています。はい、なんで解体するかと言いますと、中身がどんなんかっていうのをね、ちょっと知るためにね、ちょっと解体してみようかなと思っています。ちょっと動物音うるさいですけども、その辺はご了承ください。それではやっていきましょう。はい、私はね、この専用軍手があるんで、それでやっていきたいと思います。はい、最初はね、ネジとか外していきましょう。はい、専用ドリルね。はい、これね、ドリルで外していきます。えい、もう最初から合わへんな。ちょっと待ってね。ドライバーね、こういうドライバーがね、サイズがあるんで、ちっちゃいサイズに変えたいと思います。はい、こっちね、細いサイズのドライバーで中を開けていきましょう。おそらくね、2回に分けて、2回に分けて2回に分けてね、取っていくと思うので、その辺、ご了承ください。はい。すごい音ですけどね。はい。ちょっと、開けていきましょう。さあ、果たして。まあ、これね、もう完全にね、破損してる、ゲーム機でございます。だから、ちょっとね、中を開けてね。はい。まあ、確認していこうかなと思っています。まあ何回かにね、分けて動画を撮るかもしれませんけども、その辺はご了承くださいませ。まあ、解体にね、お時間がかかる分、その分収まっていくんで、はい。まあ、ちょっとね、部品が飛んだりしますけど、まあ、問題はないので、開けるのがね、ただただ難しいというだけであって、はい。なかなかですな。なかなかに開かないですね、これ。はい、動画の途中ですが、皆様にお知らせです。TikTok、YouTube、Twitter、インスタやっております。すべてめいめいチャンネルね。カタカナでめいめいチャンネルって、売っています。アイコンも、カピバラと私がツーショットで写ってるやつが、アイコンになっております。すべてそれになっていますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。はい。ということで、後半も、見てください。それでは、どうぞ。なかなかに開かないですね。開けたいんですけど、なかなかね、結構ね、困難になる時もありますね、結構。はい、開けんのにね、すごい手間がねかかるんですよね。すんなりね、開いてくれるやつもあれば、なかなか開いてくれない時があります。
ね、もう完全にね、あのこの潰れているので、解体しています。その辺はご理解ください。まあ、あの潰れてないのに、あの解体は、しませんので、その辺はご理解の上だと思ってください。よろしくお願いいたします。まあまあまあ、いろいろね、結構解体するのとかね、私好きなんで、はい。で、まあ中身がね、どんななのかっていうね、使っていくのが好きなので、まあ解体をしているまででございます。まあ徐々にね、開いてきましたね。こうやってね、徐々にね、開いてきましたね。はい、開くときね、すんなり開くときはね、すんなり開く機会もあるんですよ。から開かないときはね、ほんまにね、マイナスドライバーでね、潰していかないとね、開いてくれないんですよね、はっきり言うて。なかなかですね。まあちょっとお時間かかると思うので、ちょっと、一旦穴が開くとこからスタートします。それではまた後でお会いしましょう。